今シーズンのロッテ日本ハムは13回戦先発は小島だったんですが、立ち上がりランナーを溜めてしまいます。フォアボール2つもありました。雨の中、高浜のこの辺りはライトマーティン、ただ取りづらそうなんです。帽子を取ってしまいました。そして取れませんでした。これがタイムリーになります。雨が強くなる中、日本ハムが先制。その勢いを感じます。マーティンは空が恨めしい。続くバッターは浅間。これは好調のままですね、佐々木さん。いい形ですよね。前の試合は先頭打者アーチ、ここもいきなりタイムリー。そしてバッターは大田大志。打ち上げて打ち取った当たりだったんですが、今度は中村にこの雨がいたずらをします。取れません。アウト1つ取りましたが、セカンドゴロという記録の間にもう1点、ファイターズがロッテのミスにつけ込んで3点を取ります。まあ、ただエラーはこの回ありませんでした。ファイターズの先発は池田でした。初回三者凡退、2回はレアードヒット、安田ツーベースとなります。この安田が売れてますね。 いい形でね、この下位打線の厚みを増してますよね。7番で今日も安田のタイムリーですぐ反撃で、これで終わりませんでした。3対1とした後に藤岡に犠牲フライが生まれます。これで3対2、レアードもよく走りました。1点差で差を詰めたマリーンズだったんですが、ファイターズも4回ランナー2塁に置いて、今日は2番の佐藤、詰まっていましたがフルスイングで結果センター前へ運んでいきます。このタイムリーでファイターズが突き放して4対2、再び2点リード。しかし4回、このマーティンご覧いただきましょう。いかがでしょうか。いや、完璧ですよね。非常に難しいところでしたけどね。モンクラ氏第24号ホームランダービートップタイになりました。マーティンのソロホームラン4対3。さらに池田を攻めて満塁として、1番に帰って荻野は押し出しのフォアボールで4対4。さらに、ね、レアードにホームランを打たれたから一気に腕がね振れなくなりましたよね。栗山監督がここで変えます。で、今日1軍に上がってきた西村で藤原にも期待があったんですが、あと1本は出ませんでした。4対4、同点止まりで4回の裏が終わります。ゲームがまだ流れがどっちつかというところで、5回、小島はランナーを出してしまって、結局5回持たず小島も降板しました。2番手の東、1、3塁にランナーを置いて中島拓也のこの辺り、今シーズン初打点というのは大きいですね。そうですね、まあ、このヒットで一気に日本ハム流れかなと思いますけどね。ベンチのこの様子がそれを物語っていました。ただファイターズもこの後東が抑えます。7回にはビハインドですが、国吉を持って回りまして、フォアボールはあったんですが、送りバントを実はこれ高浜失敗した後、ダブルプレー、ね、7、8回の日本ハムのバントできないっていうところもね、攻撃一部悪さはありましたよね。ここマリンとさ、すごい嫌なシチュエーションだったんですが、結果国吉がまたゼロに抑えました。8回はビハインドでも佐々木千早登場、また雨が強くなる中でピッチングになりますが、ここは石川センターフライ、西川もセカンドゴロと、井口監督としてはビハインドでも佐々木千早を使って必勝体制に臨みました。これが功を奏したのは8回、井口からワンアウトとしてレアードが今日3安打のヒット、そしてすぐさまダイソー和田が行きます。今日はレアードいずれもシングルという当たり、そしてその和田がスタートを切ると悠々と成功、今シーズン20個目。そして代打佐藤俊也の当たり、ショート中島手につきませんでした。グラウンドの状況は何かあったでしょうかね。そうですね、でも前には止めたかったですよね。これで一気に和田がホームを踏んでロッテ同点。さらに藤岡のこの当たりはファースト高浜が取れませんでした。一気にホーム帰ってきてロッテがこの回逆転。さらにランナーが2、3塁と溜まったところで玉田に代わって代打は角中。貴重な追加点の犠牲フライを深々と打ち上げまして、7対5、ロッテいつものその諦めない気持ちで8回の裏に3点を取って逆転します。
そうすると9回はやはり守護神増田が出てきます。無投げなく3人で片付けました。ワンボーロン近藤野村を打ち取って試合終了。なんと5番手でマウンドに上がった佐々木千早に8勝目、増田29セーブ目を最後上げてロッテ逆転勝ちです。